年が入ってまいりました。この男、ファンの声援に乗って入場してまいりました。行けよー発生ーシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー240パウンド発生ヒロシー発生赤コーナー275パウンド頑張れスティルジェイムス頑張れガンガンいけレフリー和田恭平沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。逆に振り返したカウンターであります。空中戦を狙いそうだ。高いところから一気に叩きつけた。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。ロックアップ、ロープに振った。組みに行きます。ネックハンギングで締め上げます。ロープブレイクです。抱えます。正面からの投げを見舞います。相手を挑発してまいります。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。掴んだ。ハンマーが襲ってまいります。行くのか。逆に振り返して刺せません。小脇に抱えます。
ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。あっとそのままぶち当たっていった。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を抱えた。ストマックに突き刺さります。組み合います。返してまいります。このポーズです。張ります。行くのか。逆に倒します。相手を挑発してまいります。掴みます。回転してのキックです。このポーズです。掴みます。キックで返します。ナックルを打ち込んでまいります。コーナーに振った。ラリアット。エルボー。リング下に降ります。おなじみのポーズです。リング内に戻ります。ロックアップ。逆に投げてまいります。引き起こします。スピンキック。相手を挑発してまいります。組みに行きます。リフトアップ、リフトアップ。ラフサッポーに転じます。このポーズです。ガードします。掴んだ。逆に返します。ブロックします。バックに回ります。えげつないニークラッシャー。逆水平。組み合います。逆に返します。相手を挑発してまいります。顔面を蹴り上げます。ブロックします。考えがどよめいてますね。そうですね。こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。ちょっと連続で打ち込んでいきます。起こします。行くのか。パンチで返します。蹴りを見舞ってまいります。フロントに捉えます。フロントから反り投げ気味に投げてまいります。腰を落とします。あっと返します。ストンピング。蹴りつけてまいります。組み合います。返してまいります。ストンピングです。張ってまいります。ロックアップ。対角線に飛ばした。走り込んでのエルボー。エルボードロップ。組みに行きます。巻き投げで切り返します。10分経過。ストンピング。蹴りつけてまいります。
組みに行きます。逆に倒します。体を預けます。ロープにブレイクしました。抱えます。逆に返します。カバーの体勢。ロープに逃れました。あっと逆に捉えた。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。鎌固めの体勢に入ります。ロープブレイク。フロントからのキック、ロックアップ。逆に投げてまいります。エビに固める。ロープブレイク。腕をフックした。フロントスープレックスで引っこ抜いた。起こした。エルボーで返す。決めに行くのか。バックに回った。読んでいます。まさに読み切り小説。カウント2。フロントキック、小股に挟んだ。リバースで返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。コーナーに振った。ラリアット投げ倒し。膝を狙っていった。そのまま決めていった。ロープに逃れました。あとフック。ガチッと組み合った。あと逆にパンチ。抱えた。ボディスラムで叩きつけた。ストンピング。足を殺していった。いけるか。させません。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。掴んだ。逆にバックに回った。エルボーで切り返す。ちょっと気味になりましたよ。ブロッキー状況か。そのまま体固め。3つは入りません。サイドを取った。ドクターボムに持っていった。グラインド、グラインド攻撃であります。ドラゴン行くのか。ドラゴンスーパックス。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。小脇に抱えた。殺人バックだ。おっとノックアウト。
メリカの超大物、この男が入場してまいります。頑張れ武藤、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー270パウンドゴールデンハンマー、ガンガンいけ。赤コーナー260パウンド武藤、武藤刑事、レフリー和田恭平。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ブロックします。行くのか、そのままグラウンドに持っていきます。組み合います。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。あっとキャッチした。ハンマーを振りかざします。強烈に打ち込みます。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。ロックアップ。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。足を取ります。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープブレイク、掴みます。させません。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。起こしてまいります。組み合います。返してまいります。ガードします。
ラフ殺法に転じます。ロックアップ逆に返します。さあ STF に入ります。ロープにブレイクしました。行くのか、バット返します。掴んだ、キックで返します。組に行きます、切り返します。おなじみのポーズです。掴みます、キックで返します。組に行きます、逆に返します。このポーズです。組み合います、逆に投げてまいります、返してまいります。ラリアット強烈、ストンピングを叩き込んでまいります。ガードします。こういう習得心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。顔面を狙ってまいります。足を抱えます。させません。あと逆に捉えた、パンチで返します。足を取ります、パンチで返します。ラリアットものすごい、これきついですね。そうですね、場外に降りる、エルボーで返す、シャイニングウィザード一瞬の魔法使い起こした、ドラゴンスクリューすごいねじれだ。フィギュアフォーラグラック足音の字だ。リングに戻ります、リングに戻ります。ガードした、アキレス腱を決めに行った。蹴っていった、足を抱えた、ドラゴンスクリュー、いった、引き起こす、フルネルソンから叩きつけた、ストッピング、立たせていく、組み合った、ロープに振って、いけるか、巻き投げで切り返した、抱き起こす、あーとスピア、立たせていく、させません、あーとシャイニングウィザード、10分経過、ブラッシュミングエルボー、足を取った、ドラゴンスクリュー膝をねじった、引き起こす、ブロックした、起こした、顎を狙っていく、抱き起こす、レッグブリーカーで叩きつける、カバーの体勢、コメントお願いします。両選手の頑張りに、そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。エビに固める、ショートレン
ジ気味のラリアット抱き起こす。ここで持っていくのか。抱えた。ジャックハマー。カウント3つ、カウント3つ入りました。を目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー林210パウンドワルサー京都頑張れ。赤コーナー195パウンド
さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっとエルボー行くのか。ロープに振ってまいります。ロックアップ、ロープに振った、逆水平を打っていきます。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。あっとキャッチした、耐えます。組み合います。投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。組み合います。逆に振り返した。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあレスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。行くのか、ロープに飛ばした、ホイップしてまいります。さあジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤波辰巳、そしてあの虎戦士のようなジュニア伝説を築くため、ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。組みに行きます。コーナーに振って、この辺りの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。あっと逆に捉えた、させません。腕をフックします。強烈に打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。ロックアップ、対角線に飛ばした、あっと逆に切り返した、肩が上がります。チョップであります。腕を捉えます。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々気づきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ひねって倒した、ドラゴンスクリュー、このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。行くのか、ロープに振った、打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね、ロックアップ、逆に倒します、引き起こします、組み合います。コーナーに振った、汗がミストとなって飛び散ります。組みに行きます。返してまいります。エルボー、行くのか、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。さあ STF に入ります。抱えます、 DDT で切り返した、ストンピング、蹴りつけてまいります、張ってまいります、組みに行きます、逆に投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。
蹴りをぶち込みます。組み合います。フライングメイヤー、バックからスリーパーに入ります。ロックアップ、コーナーに振った。組み合った。あっと、切り返した。立たせていく。逆にバックに回った。打たせない。10分経過。10 minutes pass。あっと、キャッチした。今よく切り返しましたね。ええ、今のはもう瞬間的なひらめきですよ。浴びせていった。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。あっと、顔面を踏みつけていく。いけるか。ロープに振ってショルダータックル、なぎ倒し、抱き起こす。ブレインバスターで投げつける。バックを取って、あと逆に丸めていった。返した返した、返しました。このポーズ、トップロープを狙う。あっと、ミサイルキック、起こした。腰に手を回した。裏返なら固める。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。腕をフックした。あっと、逆に投げていった。引き起こす。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。おっと、クランチループで締め上げる。抱えた。ブレインバスターで投げつける。返していった。フライングリールキック、起こした。そばっと鋭いチョップ、抑え込んで、カウント 2.89。 ガチって組み合った。あっと、逆に返した。ラマヒストラル、カウント2.9。そうは簡単にはいかせません。15分経過、15 minutes pass。 WA4 で落としていった。引き起こす。バックに回った。させません。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。バックに回った。バックを取り返す。読んでいます。まさに読み切り小説。岩壁の腹の胸に抱かれました。フロントキック、腰を落とす。WA4 首から落下。腰に手を回した。ファイナルカット、エビに固める。ロープに逃れました。首根っこを掴んだ。膝頭を入れていく。
スワンダイブのミサイルキック、抱き起こす。スワンダイブのミサイルキック、立たせていく。カウンター気味に入りましたよ。ブロッキー状況か。腕を絡めて抑え込んだ。ロープに逃れた。これで決まったか。カウント2つ、惜しい。蹴っていった。中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。なだれ式のフランケンシュタイナー。起こした。危ないですよ。スイートクラッカーか。バックを取ってフェイスクラッシャー。固めていく。ロープブレイク、ロープブレイク。腕を回した。直下式ブレインバスター。前頭葉は砕け散った。うまく切り返した。引き起こす。担ぎ上げるのか。バットバックに回った。いけるか。2ミニッパース。そのままボムで叩きつけた。カウント3。ジ
飛ばし。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー小橋プロレスリングノア270パウンド小橋キャッシュインターン小橋小橋赤コーナーダブル J 260パウンド長州レイケイ長州レフリー和田恭平さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。リング上は首4の字がダメであります。ロープブレイク掴んだボディスラムです。起こしてまいります。ハンマーを振りかざします。ボディスラムで叩きつけます。組み合います。倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。掴みます。チョップがなってまいります。起こします。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。スリーパーに捉えます。掴んだガードします。バックを取ります。この辺りのグランド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですかペースに持っていけますからね。あ、そうですか。行くのか。さあど真ん中を突き進んでまいります。革命戦士長州力、マグマのような闘志をゴツゴツとぶつけていく、その試合スタイルは現代の華やかなスタイルとは逆行しながらも、まさにプロレスのど真ん中を行く。ハンマーを打ち込んでいきます。重いチョップであります。組みに行きます。ボディスラム、スタンディングを取らせます。強烈に締め上げてまいります。ロックアップ、逆に返します。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクです。あっと逆に捉えた。パンチで返します。ラリアット、荒っぽいファイトを展開してまいります。バットバックに回った。エルボーでブロック、ネックブリーカードロップ、ねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れました。組み合います。フライングメイヤー、後頭部へのチョップであります。引き起こします。あっと返します。ラフ三方に転じます。抱えます。 DDT
フネルソンに取ります。バックに回ります。スリーパースプラックス、ギロチンドロップ、強烈、引き起こす、一気にスパークするのか。ハーフネルソンの体勢、これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。抱えた、おっと外した、ミミズ払いになる逆水平、巻き投げで切り返した、起こした、ロスター、そのまま垂直に抱える、抱き起こす、完全に無意識で返してますよ。組み合った、あーっと倒していった、一気に締め上げる、ロープブレイク、ガチッと組み合った、ボディースラムで投げつける、そのまま耐え固め、カウント 2.98、 いけるか、ロープリフター、口進行、頸動脈を絞り上げる、ロープに逃れました、組み合った、コーナーに振った、あっとコーナーに据え付けた、フロントキック、テールでスクッピング、ガチッと組み合った、すごい形相で締め上げていく、ハンマーパンチ強烈、エルボーで返す、バックに回った、背筋がゾッとする、スリーパースプレックス、カウントは入る、うわあ、カウント2でやります、ガードして、あっとキャッチした、至近距離からのライアット、ストッピング強烈、ラリアット至近距離、ストッピングを叩き込む、腕を回した、首から